元モーニング娘。ってタレントの辻のぞみが11日、自身のブログを更新し、髪の毛を10センチメートル以上カットしたことを報告した。辻のぞみ、今日は、と題したブログで、午前中は小学校へ行き、ソーラの水、リングスクールへも行き、そのまま髪の毛を切りに行ってきました、と報告。カット前後の写真を添えて、伸びきった髪の毛をバッサリ10センチメートル以上カットしてもらったよかたのところま、と明かし、出産もあるので、今年は結べる長さの短さで過ごしたいと思います、と綴った。辻は先月14日、夫で俳優の杉浦太陽との間に第4子を妊娠したことをブログで報告。12月頃に出産予定なので、さらに賑やかになる杉浦ファミリーをどうぞ温かく見守っていただけると嬉しいです、と呼びかけていた。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。